皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日はですね、私の持っているこのコテたちの紹介と、まだ紹介していないヘアビューロンを使ってナチュラルな巻き方を紹介していきたいと思います。はい、では早速コテ紹介からしていきたいと思います。私はコテを4本持ってるんですけど、髪の毛長さとか使うシーンに使い分けていて、まず持ってるものを紹介、細いのから紹介していきたいと思います。じゃじゃん、こちらはビタルサスの 25mm です。これは髪の毛が肩より上とか肩ぐらいの人がすごい使いやすい太さだと思います。次、スタイルアップっていう、持ち運びもできて海外にも使用できる 26mm です。これは結構カバンの中にも持っていきやすいので、撮影で自分で巻かないといけない時とか、アパレルの出勤日とかはお店で巻いたりするので、そういう時に使っていました。あとは海外行く時とかもキャリーケースに入れやすいサイズなので、これは結構持ち運び用って感じです。次はクレイツの、これは 32mm です。これは結構美容院とかでも使ってる美容師さん多いと思います。私も美容院から買ったんですけど、これはまあこれ、まあ、短くても巻きやすいし、まあ、ロングの方が使いやすいかなって感じです。あと肩ぐらいの長さだとこれぐらいがいいです。次、最後は紹介したことがないこちらのリュミエリーナのヘアビューロンの、これは 34mm の一番太いサイズかな。これはすごい、私1年前ぐらいまではロングで、今より35センチぐらい長かったんですけど、その時は毎日髪の毛を巻いていたので、ダメージを考えてヘアビューロンを使っていました。やっぱヘアビューロンは普通のコテと比べて結構傷みにくい、むしろ使うとツヤが出るコテなんですけど、これを毎日使ってたので、そんなにロングなんですけどダメージがないです。で、まあ、最近髪の毛がだいぶ伸びまして、ね、肩につくようになったので、ヘアビューロンを改めて出してきて使うと、すっごいやっぱツヤ感とかパサつきがない感じ、やっぱ普通のコテで巻くと、なんて説明わかるかな、なんかパサついた感じというか、熱を通してるなっていう、キューティクル失われてるなっていう感じがあるんですけど、ヘアビューロンはやっぱツヤツヤしてて、ただ難点は太かったので、私はすごい巻きにくくて違うやつを使ってたんですけど、やっぱこれぐらいの長さになると34でも巻きやすいので、最近はこのコテもよく使っています。で、外羽根、まあ、この長さとかこれより短いと外羽根がすごい多いと思うんですけど、もう一段階これぐらいかな、肩につかないぐらいの長さだったら32より低い方が巻きやすいなって私は思うんですけど、だから26とか25とか30、まあ太くて32ぐらいが外羽根とかいろいろしやすいと思うんですけど、これぐらいの長さになると逆に25とか26を使うと、こういう感じクリッてなりすぎちゃってタコみたいになっちゃうと言いますか、わかるかな、なんかこうクルンってなりすぎて、逆にこういう感じになりすぎるので、そういうのってやっぱ小手使いだとは思うんですけど、早い方がいいとは思うので、そういう時はこういう 34mm とか太いコテを使って、こうやってナチュラルに抜いてあげるとカールがきつくなりにくいので、私ぐらいの長さの方は34とかおすすめです。今回はまあその外羽の様子と、このヘアビューロンは結構柔らかい巻きを表現できるので、今日はこのコテを使ってナチュラルな巻き方を紹介していきたいと思います。はい、じゃあヘアビューロンを使っていきます。まあ、コテっていろいろ種類があると思うので、まあそのね、使うシーンによって使い分けたらいいとは思うんですけど、普段よく使うコテはヘアビューロンとか傷みにくい、むしろツヤが出るコテとかの方がいいかもしれないなと改めて私は実感しました。だから細い方も買おうかなと思ってます。ただね、ちょっといいお値段がするんですけど、それを毎日で分割すればお手頃だなという感じなの で、このヘアビューロンはすごいいいんですけど、ちょっと温まるのが他のコテに比べて遅いので、私はお化粧する前にこう180度マックスに設定して放置してお化粧してます。じゃあ温まるのを待ちましょう。
はい、コテが温まりましたので早速巻き方を紹介していきます。まあ本当にナチュラルなんですけど、まずこれが何もしていない髪の毛の状態です。いつもと同じで、ベースは一つ羽にしていきます。表面を巻いていきます。でこれぐらい少量を取っていきます。で軽く外羽にして上から挟みます。でこうくるくるってひたすらくる巻いてくるくる抜くくるくる抜くをひたすら繰り返します。こんな感じで結構細く取るのがおすすめです。こんな感じで両方巻き終わりました。でここでツヤ感をさらにアップさせるためにででんクリスタルジェル、クリジェルを使います。毛先につけるように、完成です。こんな感じで巻いてみました。前回紹介した動画とは違ってすごいゆるい巻き方でこう上から巻いてみました。ベーブを入れてません今回は。でポイントは太いコテを使うことです。太いコテを使うとナチュラルにこうゆるさが出ます。細いと結構きつくなりやすいんですけど、苦手な方は太いコテを使ってやってみてください。結構ロングの方にもおすすめな巻き方です。でこの巻き方はすごい時短になるので、時間がないけどストレートを外羽に飽きた時とかは表面だけ巻いてるのでいい感じになります。そして最初から緩くしていることで巻きが取れてもそんなに気にならないのでおすすめです。ぜひやってみてください。結構後ろ巻き忘れがちなのでそれだけ注意してください。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。